真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。
町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああ、そうだな。あんなに急いで。お弟子様も後を追ってあんなに急いで。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、払い払う。これはうちに伝わるカーブなんだよ。山下は米、引き立てだよ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ、まこと。ひろき殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、そのお顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝い。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯遅れよ。少しでも足しになるんだよ。そうこなくちゃ。間違いねえ。僕が森の早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許し。取れたての梅、今が売れ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかける。ゲドゲ、わしの番じゃ。勝負ごとは相手よりも四半時長く待つものが生存の危機が。ついてねえ。怪我はありませんか。いや、どうかお待ちを。なんでもね。足りなくなることはございません。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ヒロキ殿、
今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。速だ、逃げろ。逃げろ。門を守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。奴らは村中におる。嘘やはずだ。助けてやってくれ誰か。わしらは村中に住むつもりだ。もしかして腕に覚えのある奴はおるか。おらだ。槍さえ持てれば。ヒロキ殿、皆を。私は行けませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。叩き切れ。うっ。楽にしてやれ。乗ろうか。猫にも絡まんな。願いでござりまする。おきれが。かたじけねえ。かたじけねえ。この向こう水なもののふは誰だ。しけ、手玉の。拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。仕留めろ。この犬が。逃げ
命など何の価値もねえ。何でも持っていっておくんだぜ。ただこの子に手をかけるのだけはご勘弁。そこまでだ。キラクタの夜のうちにお逃げください。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。ヒロキ様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。さっき命乞いするなら今のうちだ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。相方のが無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。財官氏はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。そこで止まれ。
退いておる。これは先生の行いか。社の中に叩き潰してやる。こっちだ、どうぞ。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。もうどこへ連れてったんだ。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ。刀さばきを見せてみよう。何の修練も積んでおらぬ。さあ参れ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。
この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は、お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。お前らそこで自分は大丈夫な杉氏。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。
沢の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあの仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。逃げるな。来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることはいっぱい。もう案ずることはない。かたじけない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重い。喉をかけ。
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。切り裂け。女をすぐさま離せ。お前はここでしまいだ。じゃあこの男を死なれ。容赦ない囚人。みんな逃げろ。なんでだ。助けは来ない。奴らは鬼じゃ。違う。何もかも取られた。何もかも。神様の怒り。よくも兄貴をやりやがったな。クソ野郎。死ね。どこのお方か存じませぬが、まことに片付けのうございます。
助けを。うちの中に奴がおるんじゃ。にも叩き潰して。うわの像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ。されど、されど。そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。気を抜くでない。気を抜くでない。仕留めろ。貫く真の像がもう一つあったか。止めようとしたんじゃ。されど。気を抜くでない。気を抜くでない。もう一発じゃ。逃げるがいい。命乞いするなら今のうちじゃ。
ですが。そこまでだ。生きよった。おのれを買いかぶりすぎじゃ。猫でも絡まんな。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだためさ、止めろ。集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。
我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。お前は遅すぎだ。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、大事ござらぬか。我らは武家様たちはどこを買ったのだ。かけて挑んだ、挑んだが、数はいかほど。100は優に超える。我々は図られたのじゃ。拙者は手遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。お許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。Oh!
そのもうやめとくれ。そう遠くまでは行けまい。おい、一人も生かしておいてはいかん。分かっておるな。道場はもぬけの殻だ。侍は皆これで最後だ。承知いたした。そなたは誠に無事か？わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。誰かいんのか？生き残りだ！やれ！みたいにわめくん。おい、助けてくれ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。戻ってきやがれ。百軒先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。血を減す。
馬毛ですかい。犬猫でも生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。すぐ気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかな。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。止めろ、出ろ、クズが。行かねばならん。さもなくば矢で撃たれてしまった。やめてくれ。早く、もっと早く。恐れなどに屈せぬ。この辺りに違いない。動いてくれ。仕留めろ。目を狙え。死と隣り合わせであろうと。この犬がクズ。食いようのねえ愚か者が。休めして出陣だ。何故とどまる。早く首を一発じゃ。犬が。拙者がそなたを見つけられるなら、他の者にも容易に見つかるということぞ。ここは危のうござる。逃げなされ、どこへでもいい。だが、みんなおらんようになってしもうた。神さんも、子供も、わしの弟までも。みな、そなたが生きる姿を見ておるぞ。わしには行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐ分かるようになろう。まだまだこれからじゃ。
らぬ。血が、血が出とる。なんと。賊の手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。拙者が勝ち戦を欲したために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさず、やすやすと。おじいよ、命だけは僕らの者にも変わんだ。ちれや、
わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。ヒロキだろ、お戻りか。傷が、傷が。斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさい。先には死が待つのみじゃ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。何も持ってねえ。侍、遅すぎだ。わかる。腹をかっさばいてやれ。野郎は一匹だが。
何馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のある奴がおる。武器を持っておる。生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。
来たお前など取るに足らぬ。戯れはもうよい。黄泉へ行け。愛子。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。愛子、まことにそなたであるか。愛子、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申し下され。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れた地。恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。汚らわしい。というのだ。くわぁ、あしのぞぁ、のし、のし、No, no.
焼ける。あそこだ、清き者。また汚れなし、清き者。はい、わしはお前のあたりやがれ。この者のけども自らを蝕んでおるようじゃ。アイコ、待て。待つのじゃ。武士か、なじみのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々と。誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。この橋は崩れぬだろうか。役立たずの無気の目、頭を下げや。ひれ伏せと言ったのじゃ。わしにくっせ。虫だけでは止められない。Hmph.
刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。ここに？拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む、何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む、拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。
アイコ、どこへ行く？どう？落ちる！お前は落ちる！痛みだ。この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかな筏であるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって、我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。わしのじゃ、わしのじゃ。いや、わしのじゃ、わしのじゃ、わしのじゃ。いや、
お願いだ、そいつを入れんだくれ。戸を塞げ。塞ぐだけでは止められん。何者ぞ。食わねば全て口に。ああ お願いだ、そいつを入れんだくれ。戸を塞げ。何者ぞ。誰か来る。やっと。全て食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおる全てのもののように。よし、抜ければ。
わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、道などない。汚らわしい。おっと、虫。汚れなきまだ。頼む、戻ってくれ。アイコ、待て。待つのじゃ。アイコ、待て。Yeah.
アイコ、拙者は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。代償は非常に大きゅうございます。奴は全てを奪った。必ずやカゲロウ目をひれ伏させ、かなわぬ命乞いをさせるのじゃ。あなた様がそうおっしゃるならば、落ちる道も戻る道、そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。